戦死しました。差し込みます。あれ逆血返ってこない。なんでだろう。こっちかな。いたたたたたたいたたたたたたたいたた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 みたいな。これね、もう逆血返ってこないっていう時にこうやって針先で血管の中を探る、こんな経験されたことある人、そしてしたことある人、こういった方いないでしょうか。これね、今のやり方っていうのがね、本当に間違ったやり方なんですよね。なのでこの修正法、正しいやり方っていうのを皆さんにねお伝えしていきたいと思います。っていうか、そもそもこの逆血が来なくて修正してこう針で血管を探すっていうこのやり方は、もうそもそもやってほしくない主義だったりはするんですけど、どうしても血管がない人っていうのがいるんですよ。そしていろんな血管をもう戦死して、もうこの血管しか残ってない、そんな時にはね、この修正法っていうのをやったりするんですけど、これね、やり方によってはもうめちゃくちゃこの中で皮膚をこうえぐってしまって痛点をかき回すっていうことになるので、本当にね痛い手技だったりするんですよね。なのでこの修正法、正しいやり方っていうのを皆さんにねお伝えしていきたいと思います。まず戦死しますよね。そしてこれくらいのところで逆血来るはずなんだけどってとこで逆血来なかったらどうするかって言ったら、まず修正するときはこの差し込んだ分だけの針を皮膚表面近くまで戻していきます。皮膚表面近くまで戻します。これくらいですね。これくらいまで戻して、そして一度触診します。血管を、自分が狙おうと思った血管を触診します。すると思ったより自分がこの手前の方で戦死してしまったことに気づきます。そしてあ、もっと奥側に血管あったっていうのに気づいたのであれば、この時点で針先をその血管の方に向けます。そして深さに合わせて角度も合わせていきます。そして再度侵入するという形です。これが修正法です。もう一度説明します。まず戦死しますよね。で、あれ逆血返ってこないってなったら戻していきます。戻して針先が抜けない程度の表面近くまで持ってきたら、血管を触診して、あ、ここだったかっていうところに方向と角度っていうのを向けていきます。そしてその血管に向けて戦死していきます。すると逆血がこのように来ます。こんな感じでね、逆血が来るんです。そしたら寝かせて数ミリ進める前にやるべきことは、この針の方向とこの血管の走行っていうのが少しねこう斜めになってるんですよね。ってなったらやっぱり血管を貫通してしまうリスクが高くなるので、この針の方向っていうのを少しねこの血管の方向に寄せていきます。そして寝かせて数ミリ進めます。そして内頭を固定して外頭を進めていきます。このような形で、そして内頭を抜きます。これで完了です。